本当にこんな素敵なホールでやらせてもらって、しかもたくさんね、やらせてもらって幸せです。最後の曲は、先ほどから名前出してましたウェストバージニア州出身の、ヘイゼル・ディケンズという人が、あさってが命日になるんですが、もう13年前に亡くなりました。ただ1回だけ、日本に来られた年に1985年だったんですけれども、私は、ご一緒することができて、ステージでも1回後ろでコーラスさせてもらったりとか、それから京都と奈良の観光にね、後ろずっと後ろついていて、何もせんと喋らんと英語わからないけどずっとついていきました。そのヘイゼル・ディケンズが作った曲で一番好きな曲です。ふるさとのことを思う歌です。ウェストバージニアマイホーム。今日は本当にありがとうございました。Thank you.